はい。今回はココイチというカレー屋で数年前の動画が SNS で、拡散された件、こちらについて考えていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。まあ、今回ですね、これどういうことかっていうと、まあ、ココイチっていうカレー屋のですね、卓上にある福神漬けを食べる動画が拡散されたんですが、これっていうのは実はもう数年前の話だったんですよ。で、そういったことから懸念の声が上がったっていうことで、なんていうのかな、こういうのをね、この今のこの炎上の時期に上げる人間も夏だと思いますし、ちょっとこれはねどうかなと思うんですけど、ココイチもこれはちゃんとね公式で言った方がいいんじゃないかとか、僕はそう思うことを今回お伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今回の件はね、先ほど言いましたけど、ココイチっていうカレー屋で数年前の動画が SNS で混乱されて多くの人が懸念を持ったっていう、そういった話なんですよ。まずどういったことかというと、ここ最近ですね、この回転寿司の、そのペロペロの件とか、うどん屋で、その天かすのスプーンをね、スプーンごとペロペロ食べるとかっていうことが炎上しているわけじゃないですか。だから人々のがですね、多くの人々が、飲食店なり外食することにちょっと懸念を感じている、思っている、そんな中でですね、ココイチっていう、カレー屋の動画が拡散されて注目されたんですよ。で、これっていうのは、僕の考えですけど、こういった動画をこの時期にね、上げる人間誰だか知りませんけど、そういったのも非常に悪質だと思うんですよ。ニュースの記事になってるんで、こちらですね、お伝えいたします。回転寿司を含めた飲食チェーン店での迷惑動画が拡散する、中、大手カレー専門店カレーハウスココ一番屋で撮影された迷惑動画が広まっている。 SNS 上ではココイチも行けなくなったなどの声もあり、風評被害につながっている。店内で若い男性客がテーブルに備え付けの福神漬けを直接スプーンで食べる様子が映っている。 TikTok に掲載された動画が23年2月1日から2日にかけて広がったものと見られると、こういったことなんですが、この動画っていうのは数年前の動画なんですよ。4年ぐらい前にこういうことをやるね、男、このココイチで、備え付けの福神漬けを直接スプーンで食べる男っていうのも、おかしいんですけど、4年前の話を今、その誰かが拡散するっていうのは悪質じゃないですか。この動画だけを見るとですね、ここ最近起こったことかなと誤解するんですが、これっていうのは2019年の12月に起きた、大体4年ぐらい前ですね。で、この男が謝罪したということで、このココイチとしては解決したということです。で、これ何が問題なのかというと、4年前の動画を、その何者か誰かがですね、このSNS で拡散したということで、当然このね、ここ最近の状況から多くの人が外食するのを考えているわけじゃないですか。で、回転寿司も例えば、行くのをやめようか、うどん屋を行くのもやめようか、じゃあココイチも行くのをやめようかって、そういった不安の声が上がってるんですよ。ただこのココイチの件っていうのは数年前の話なんで、別に今回のことに関しては関係がないんですね。で、実際こういったことを投稿してる人がいたんですよ。もうさ、回転寿司の迷惑行為動画をもう見飽きたし、見てもいい気分になれないか ツイートやめようと思ったけど、あまりにもひどい動画多すぎて、今度はカレー屋さんか、これのどこが面白いの、自分がつまらないの自覚してほしい、何もしないで美味しいカレー食べて帰りなよっていう投稿してるんですが、例えばこの人の内容を見ると、このココイチの件がですね、あたかもここ最近起こったかのような勘違いをするんですが、違うわけですよ。で、もちろんですが、こういうことをやる人間が、悪いに決まっている。別に店は全く悪くない。店はどちらかというと、ね、そのココイチっていうのは、サービスで卓上にこういうね、福神漬けを置いてくれてるにもかかわらず、そういうことをやる人間が、おかしいですし、もうすでに、もう数年前のこの動画を掘り起こしてきて、この時期に見計らって、拡散するっていうと、人々がですね、最近あったことだっていう、誤解を招くわけですよ。で、さらに、外食しなくなる傾向が強くなるんじゃないかっていうことを思います。で、これはココイチがね、調べた時に特に何も公式で発表してないんですけど、これココイチは公式でちゃんと言った方がいいと思います。数年前のことなんで、今回はね、今回のこと、今回その今出てる、炎上の話とは違いますよって言わないと、こうやってどんどん誤解がされるんで、もう早くね、こういったことが収まることを本当僕は願ってますよ。多くの人が、僕もそうですし、
あのね、外に食事しに行くっていう時に、いろんなことをまあ懸念するじゃないですか。だからとても良くないなとまあ思うっていうことで、で、この数年前のね、ココイチのカレー屋の動画が、まあ、SNS で今拡散されているって、こちらの件もちょっと、注目されているんでお伝えさせていただきました。何かしらご参考になっていただける点があれば何よりですということで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたしました。